来月、太白区秋保で開かれる G7 仙台科学技術大臣会合を前に、化学物質を使ったテロを想定した訓練が行われました。訓練には警察と消防、仙台市交通局からおよそ120人が参加し、何者かが地下鉄の車内で有毒な化学物質を撒いたという想定で行われました。訓練では仙台市交通局の職員が乗客を誘導して避難させた後、消防隊員が体調不良を訴える利用者を担架などを使って救助。その後、警察が汚染された車内を除染するなど連携を確認しました。実際に行われます12日から14日にかけましては、これらの機関と連携しながらですね、万全の対応をしていきたいというふうに考えてございます。